思い出のガンプラキットレビュー集。ターン A ガンダム。モビルターン X。時は2000年。ターン A ガンダムも残すところ3ヶ月となり、ターン A と同等の力を持つラスボス、キム・ギンガナムオン大将カル、ターン X が登場する。その奇抜な攻撃の前に、ロランのターン A ガンダムは苦戦を強いられるのであった。ターン A ガンダムとは、1999年4月から、全50話が放送されたサンライズ制作のガンダムシリーズなのでおます。監督を務めた、富野恩大将によるガンダム作品の集大成とも言われ、すべてのガンダム作品を黒歴史として埋葬するはずだった、ラストエピソードとも言える作品だったのでございます。そうだ、その通り。当時の評価としては、世界名作劇場や、ジブリアニメのような、家族揃って視聴しても問題のない、広い意味でのアニメファンが楽しめる作りなのに加え、ある意味ファンから期待される、富野的な要素も満載だったのは語り草。メカニックデザインにはシドミード氏、音楽には菅野陽子さんが参加するなど、スタッフも豪華そのものながら、モビルスーツのデザインが賛否を醸した上に、そんなもんより、可愛くてエッチな女の子が出てるアニメが大好物の方々には、受けが悪かったのは確かで、果たして、1年ほども続く大河的な作品は、80年代のロボットアニメブームの体験者ならともかく、世紀末当時の若い衆には辛かったのかもしれん、かもしれん。ターン X は、ムーンレースの部門を司る、ギンガナム艦隊総司令、キム・ギンガナムオン大将が乗り込む謎のモビルスーツなんどすえ。月面国家ムーンレースのギンガナム艦隊が保有する最強のモビルスーツで、これも、月のマウンテンサイクルで発掘された兵器であり、ターン A と同様、ターンタイプの一機なのでございやす。かつて、兄弟機とも言われるターン A と幾度にもわたって戦い、その度に回収を受けたとされ、なんやかんやで、本来の補修パーツがなくなって左右非対称の姿になったとか。本来は、ニュータイプと呼ばれた人々のために作られたので、オールドタイプが乗っても本来の性能は発揮できないとか、名称の X の意味や、胸の X の傷がナノマシンで修復されない点など不明瞭な部分が多く、外宇宙の勢力によって作られたなど様々な解釈が存在するため、ガノタの話題にこと書かないモビルスーツだったりした問題。そうだっけ？ターン X トップ。すなわち、コックピットである頭部は飛行可能で、単独でカイラスギリーのコントロールが可能な処理能力を有する優れもの。武装は、右腕に固定装備の溶弾破砕マニピュレーター、ハイブウェポンプラットフォームに収納したビームライフルやバズーカのほか、全体を9つのパーツに分離し、パーツ単位でビームでのオールレンジ攻撃が可能な上、この機構は、ターン A のビームサーベルを回避したり、相撲の組み付きからの脱出にも使用されるなど、攻撃だけでなく、緊急回避にも使える便利な機能だったのよん。この設定は、かつて、ジオングに使われるはずが、ターン X でようやく日の目を見た設定だったんじゃねえかと思ったりする今日この頃。いずれにしても、ターン A と同様、月光鏡を装備している最強クラスの機体だったのは間違いないのよな。当時としては、新世紀エヴァンゲリオンのヒットにより、謎の要素が若い衆に受けるってんで、アニメ作品には謎要素を加味するのが当然しかり。そんなご時世だもんで、こんな設定に謎の多い機体が出ても受けていたのでもう満体。その左右非対称のデザインから、作画漫画、書くのがめんどくせえと言ったとか言わなかったとか。何せ、初登場は頭部のみで。その本格的な活躍は終盤に限定された結果、最後はターン A と戦って相打ちとなり、共にナノマシンの眉に包まれて、再び深い眠りについちまったのでござりましょう。そんなん、嘘っぱちだー。時は1999年12月、ターン A ガンダムのプラモデルシリーズ最後のガンプラ、144分の1スケール、モビルターン X が発売される。売れ行きが芳しくないと言われていたシリーズながら、ラスボス。しかも、左右非対称のモビルスーツのキット化は、当時のモデラーに驚きを持って迎えられたという。キットの値段は600円。1999年12月に発売されたキットだよん。ちなみに、動画で使用したキットは2013年の再販版、ST マークミラーわかるよな。キット名は、モビルターン X。ターン A ガンダムのコレクションサイズのキットは、ガンダム以外は、商標権対策かなんやかんやで、モビルという文言を頭につけてたものなのだけど、いやぁ、やっぱしこいつはガンダムでねえのと言われたものでございます。その、通り。当時としては、左右非対称のモビルスーツをバンダイさんがキット化したことは、モデラーに驚きを持って迎えられたのは周知の通り。これはバンダイさんの大英断だとか、シリーズが不調で自暴自棄になった結果がこれだよ、とかなんとか言われてたような気がするよん。バンダイさんが発売した左右非対称のキットなんて、なんかあったっけと鑑みるに、やはり、筆頭に上がるのはゴッドマーズだろうそうだろう。つまり、
あの偉いお方のデザイン。ターン X は、あの方のご友人のデザインだもんで、ああ、ナルヘソナルヘソとモデラーなんかが勘ぐったりしたもんちっち。でもまあ、巷の衆は、パソコンの2000年問題でそれどころじゃなかったのでしたとさ。そうかそうか、よかったね。プロポーションは、頭部が小さく脚部が長い、当時では珍しいスタイリッシュな造形が素敵、素敵すぎ。この機体もサザビーなどと同様、頭部にコックピットがあるデザインなので、かっこいいからと頭部を小さくしすぎると、違和感マシマシになるのがイヤーンな感じなのだけど、このキットでは9大点と言って良いかもしれんやね。ボディは、胸部、腹部、腰部に分かれており、意外と関節への干渉部分が少ないので、可動範囲はそこそこ広いのも特徴の一つ。残念なことに、関節に使うポリパーツの使用が古いために、かなり損をしている印象なのも特徴で、組み方が悪いと、分割されたボディがグラグラするのが困りもの。しかも、左手の持ち手もポリパーツ製という、90年代バンダイ製キットの黒歴史を実装しているのだよ、パナイネー。武器は、背部のウェポンプラットフォームに収納可能な、ビームライフルとバズーカが付属。当然、持ち手が左手にしかないので両手持ちはできやせん。右手の固定式、溶断破砕マニピュレーターが展開できない点が、このキット最大の欠点と言われ、マイナス要素として長らく語られてきたのは周知の通り。でもまあ、この手の欠点はご馳走ですとばかりに、多くのモデラーが展開可能に回収したのは当然だろうそうだろう。普通に考えれば、600円のキットにそんなギミックつかないですよ。しかも、このキットはターン X が登場する前の発売なので、シャイニングフィンガーなど、アニメ本編のネタバレを防ぐ意味合いが強かったと見るべきなのだよ、おっかさん。ちなみに、その他の付属品は怪しまへん。もともとの色数が少ないためなのか、色分け用のシールすらついてないのよ、あいたたたー。だが、しかーし、当時はそれほど人気は高くなかったけども、後年、地味に人気を獲得し、うっかり再販時に買い忘れると、あっという間にプレミア化するパチーン。いわゆる一つの、再販されても数が少なく、氷に回るのも限定的で、後からモデラーが売ってないと憤慨するタイプのガンプラってことですな。何せ、シリーズのキットはプロポーションは上場でもとかく仕様が古いので、ターン A ガンダムのキットでは、長らく、モビルカプルとモビルターン X がこのタイプだったのだけど、昨今のコロナ禍の状況では、シリーズすべてが入手困難となりプレミア化している印象。まあ、そもそもポリパーツ以外はできいいですし、ネットでターン A を知った海外ニキたちも多く、それがシドミードのデザインだって知ったら、そりゃあ買うに決まっているかと思いやす。悲しいかな。HG のターン A ガンダムが発売されたのにもかかわらず、ターン X が未だに発売されてないので、ブンドドさせるためには必須のアイテムとして君臨。でもね、まあ、なんだ。探してもどこにも置いてないので、Amazon とかのページを見て、なんでこんなに高いのだろうと憤るのみだよ、こんちくしょう。作る方限定のネタとしては、足首はほとんど動かないけど、足がでかいので安定性は悪くないとか言っとこう。あと、パネルライン含め、溝が全体的に浅い印象なので、掘り直して墨入れするのもよし、中には、ラピーテープなど押し込んで、発光状態を再現する方もいたものなのでござんすよ。はい。そんな回収、あるもんかーい。